こんにちは、ジアです。いや、しかし寒くなってきましたね。まあちょっとここまで寒くなってくると、まあ、僕もやっぱ革ジャンとか、まあ、革ジャンいつも着てますけど、まあ、ちょっとこうスポーティーにって時なんかはダウンも好きなんで結構よく着るんですけど、実はもう一つ、まあ、僕が唯一着るコートって言っても過言じゃないコートがありまして、まあ、ただちょっとここ最近ずっと着てなくて、まあ、ここ数年ずっと着てなかったんですけど、やっぱ好きなんでちょっと今年改めていいな、着たいなって思うコートがあったんで作ったんですね。まあ、なんで今日はちょっとそのコートのご紹介なんで、よかったら最後まで聞いてみてください。はい、というわけで、まあ、そのコートなんですけど、はい、まあ、今ちょっともう来たんですけど、来ちゃってますよねそう、もうちょっと来たんだけど、はい、やっぱりですね、ちょっとやっぱここ最近、うん、まあ、結構このレギュラーのアイテムも、はい、そのチノパンとか、うん、デニム、まあ、シャンブレとかもそうですし、はいはい、まあ、あとやっぱこの革ジャンとかも、うん、やっぱその、まあ、僕の好きなその古き良き時代のアメリカをベースに、うん、まあ、それに少しこう今の都会っぽさっていうのを混ぜた服作りしてるんですけど、そうですよね、はい、でやっぱそれにはどうしてもこうちょっと外せないアイテムがありまして、うん、まあ、それがこのPコートなんですよ。ピーコート。今ピーコートっすか。そう、いいっすね。いいよね。いいっすね。今改めていいかなと思って、まあこれなんですけど。うん、はい。まあピーコートってもう皆さんももちろんご存知だと思うんですけど。うん、まあ今日はちょっと、まあ、マニアックな話になると思うんですけど、はい、まあ、よかったら聞いてもらえたらなと思います。いいっすね。やっちゃいましょうよ。いいですか。はい。はい、でそのピーコートって、はい、元々アメリカとかイギリスの海軍がこの寒い冬をしのぐために着るコートなんですよ、はいはい、まあ、なんでそもそもこう思いっきり軍の服なんですけど、うん、なんかそのピーコートのピーも、はい、まあ、これいろんな説があるらしいんですけど、なんかそのパイロットのピーとか、はいはい、パシフィックのピーとかって呼ばれてるんですけど、うん、まあ、なんかそういう説もあるらしいんだよね。パイロットはよく聞きますよね。あ、そう、はい、そうで、まあ、なんでこのピーコートってダブルじゃない、はいはい、だからこのダブルになってるのも意味があって、うん、まあ、そもそもダブルだからさ、うん、ここがこう重なるから、まあったかいんだけど、そうですよね、そう、まあ、なんでそのネイビーなんかこの船のデッキ出た時に寒いから、うん、こう風の来る方向によってこう何ダブルをこう変えれるっていう、あ、はいはい、例えば、まあ、こっちから来たらこういう風に止めれるし、うん、こっちから来たらこういう風に止めれる、うん、みたいな感じだからここがダブルになってるんですけど、はいはいはい、はい、でこれ生地はメルトンでできてまして、はい、このメルトンってこの毛織物をこう縮縮してこうちょっと圧縮かけてギュッと詰まらせたものなんですけど、うん、はいはいはい、はい、これで表をちょっとこのフェルト状にしてるんですけど、うん、あったかいっていうのもそうなんですけど、はいはい、まあ、特に今回このうちが使用したこのメルトンウールは結構上質かつ丈夫っていうところがポイントですかね。ベルト状にしてるんですね。そうなの、はいはい、で、まあこれそのどれぐらいかっていうと、はいはい、通常 のメルトンよりこれ二重折りメルトンって言って、うん、まあ、ざっくり倍、まあ、厚みも重みも、はいはい、約倍ぐらいあるんですよ。うん、オンスで言うとこれ32オンスあるんですね。32、ちょっとピンとこないよね。そうっすね、はい、レギュラーのデニムあるじゃないですか、はいはい、あれが、14オンスなんで、うんうんうん、まあ、デニムで14って言うと結構、まあ、ほぼ一番ごついって言ってもいいぐらいのオンスなんですけど、うん、そうっすよね、はい、まあ、それの倍以上ありますね、はいはい、倍以上っすもんね。そうなん、まあ、うん、でも物が違うんでちょっとこう例えづらいんですけど、はいはいはい、まあ、オンスで言うとそれぐらいっていう感じですかね、うん、はいはい。でその昔 その本物の US のピーコートなんかは結構この32オンスっていうのがあるんですよ、うん、まあ、なんでそれと同じなんですけど、まあ、ただ最近そういうのも割とこうちょっとタウンユースとかさ、はいはいはい、街着仕様になってて、うん、結構24オンスとかが多いんですよ、うん、もうちょっとこう薄くなるんですけど、はい、それでも結構厚いって言われてるんですけどね、うん、はい、まあ、それより以下のものいっぱいあるんですけど、はいはい、だから最近ではこの32オンスのメルトンってすごい少ないと思います、はいはい、だからこれ少しちょっと重たいし、はいはい、
まあ、最初ちょっと硬いんですよ、うん、なんだけど、まあ、それぐらいあった方がやっぱこう寒さもそうだし風も結構しのげるんで、結構タフそうですし、なんか良さそうっすね。そんなにいいと思いますよ。はいはい、はい、だまあ、あとは着込めばちょっとこう多少馴染んでくるんで、うん、はい、まあ、そうなってくればよりいいんじゃないかなと思います。はい、あとはですね、この、はい、まあ、ここ好き好きなんですけど、はいはい、この P コートってこの僕の好きな点ボタンなんですよ。うん、ボタンが10個、点ボタン、はい、1,2,3,4,5、でまあ、両サイドにボタンついてるんで、まあ、点ボタン、P コートって割とあの8ボタンが多いかなと思います。そうですよね、はい、10個って、まあ、最近ちょっと少ないかなと思うんですけど、うん、まあ、結構僕個人的に好きなんですよね。うん、あのまあ、こう締まってくるし、この点ボタンのバランスが好きなんですけど、はいはいはい、でやっぱあの P コートってもともとその、はいはい、まあ、海軍の制服なんで、うん、ちょっと作りが全体的にカクカクしてるんですよ。まあ、その肩周りとかもそうですし、はい、ウエストなんかもこう多少シェイプされてるんですけど、確かにガチッとしたイメージですね、はい、そう、元はねそういうちょっとイメージあるじゃない、はい、はいはい、まあ、でそういうのもクラシックですごいかっこいいんですけど、うん、まあ、ちょっと個人的に今あんまりちょっと気分じゃないんで、うん、少しこれはこうちょっと丸みをつけてます。全体的にもそうなんですけど、はいはい、この肩周りなんかはこの身頃にこの縫い代を取って、うん、ちょっとこの袖山がこうフラットになるように、ここが、まあ、なんかやっぱ P コートなんで、あくまでこうあんまり変にドロップしてんのも嫌だから、はいはいはい、ここは少しこう丸くしたっていう感じですかね。はいはいはい、でウエストもそんなにこうシェイプされてないんで、確かにこういうところは結構自分なりにこだわりましたね今回。はい、なんかいいんじゃないかなと。あとはこのボタンも、うん、あの P コートって通常あの怒りボタンなんですけど、はいはい、僕個人的に怒りボタンよりかこっちのこのシンプルのボタンの方が好きなんで、これはこのあえてこの縁ありの、はいはい、この縁がちょっとあるさ、うん、この 30mm ボタンにしたんですよ。はいはい、大きいっすよねボタン。そう、ボタン大きい。 P コートってまあボタン大きいしね、うんうん、でこのボタンホールも、うん、あのさっきこのダブル留めるようにって言ったんですけど、うん、普通ねこのボタンホールもまあ、あの男前だからこの左側は空いてるんですけど、うん、この右側空いてることちょっと少ないんですよ、はいはい、まあ、これ全部開けてるんですね、このボタンの数で点に合わせて点ホール、うん、ボタンホールも空いてるんですけど、だからこの両方から止めれるっていう、うん、実際に止めれるんですね。そうなの、結構これ少ないよ、うん、そうっすよね。そう、まだまだマニアックお願いします。いや、マニアックだからね、はい、そもそもそうですよね、はい、そういうチャンネルだからこれ確かに、言っちゃうんですね言っちゃうで、はい、このだからこれ生地も分厚いでしょ、うんうん、だからそもそもこのホール開けるのも大変なんですよ。いや、そうですよね。でしかも両サイド開けてるから、はいはいはい、なんですけど、うん、これ今回そのまあ工場さんともこれいろいろ話しながら、うん、結構教えてもらったことも改めて多いんですけど、はいはい、まあ、ちょっと専門用語にはなっちゃうんですけど、うん、いいですよ。ここのホールにね、この普通この振りミシンなんですけど、うん、で終わるんだけど、その振りミシンの前に一回地縫いをするんですよ。あ、地縫いをしてその後にこの振りミシンでバーっと、はいはいはい、行って、でまあその後切るんですけど、まあ、なんでね、こういうそういうところも結構これはそういう細部、はいはい、こだわってるというか、まあ、そこまでやってくれる工場さんがなかなか、あのないんですけど、なんでこういう細部が結構綺麗に仕上がってます。でより丈夫に、より頑丈になるんですね。そうなんです。でここもこのハトメホールって言って、このホールもこっちがちょっとくって丸くなってるんですけど、はい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 、でこっちはカン抜きが入ってて、うん、やっぱボタンが分厚いからさ、はいはい、こうそうじゃないと難しいんですよね、通すの。うん、確かに。はい、だしこのボタンの付け方も、はい、ここにこの、 あのボタンの足止める時のこのここもこう糸をガーッと巻いて、うん、ちょっとここは遊びっていうか余裕があるんですよ。ありますね。はい、じゃないとこう止めた時にこうグッと詰まっちゃうんで、とかこのボタンの止め糸も何回もこうクロスに通してるんですね。なんでしっかり丈夫についてますっていう。はいはい、はい、でもいいと思いますよ。うん、確かに。こういうものが最初からヨレヨレヨレとかも嫌っすもんね。うん、いや、でもね、はいはい、あんまないけど最初からヨレてるのは
でも、はい、かそう最初はちょっと硬いぐらいがいいんじゃないかな、うん、そうっすよね、うん、まあ、うちのレザーなんかも本当それこそそうだけど、確かにこれなんかもうすごいから最初もう痛いもんね、手が。そうっすよね。そう、まあ、あのそういうところ、はいはいはい、結構最後綺麗に丈夫にできてます。うん、あとはまあ襟ですかね。はいはい、まあ、もう一番重要って言ってもあれですけど、この襟もあの、まあ、今僕この着てるのがそうなんですけど、はいはい、僕こうやっぱピーコート着て結構襟立てるの好きなんですよ、はい、まあ、寒い差しのげるっていうのもそうだけど、うん、なんかかっこいいじゃん。そうですね、クラシックしてくる、クラシック、はい、で、あのその襟を立ちやすくするために、はいはい、ここに台襟つけてるんですよ、うん、ああ、はいはい、この三日月の台襟、はいはい、これ大体入ってますね、はい、ここね、はい、まあ、Pコードとか普通入ってないんだけど、うん、これを入れることによってよりこの襟も立ちバチッと立ちやすくなるし、うん、ここのフロントのここの ここもこう丸みというかさ、うん、確かにここが綺麗にちょっとふわっとなるの、はいはい、これコートでもわりかしベタッとなるもの多いんで、うん、でね、やっぱこのベタッとなるよりかこっちの方がかっこいいから、うん、確かにそうっすよね、うん、で、あとこの襟のこの綺麗なこのカーブね、うーん、こういうところいいと思いますよ。いいっすね、うん、まあ、見た目もかっこいいしね。はいはい、確かに、まあ、やっぱここ膨らみがあるから人、うん、胸もあるし、はいはい、ここがベタってなっちゃう、まあ、ジャケットとかもそうだけどベタってなっちゃうとさ、うん、着てて、まあ、やっぱちょっと疲れるっていうのもあるし、はいはい、まあ、見た目的にもっていうところ、うん、ですかね。ここだからこれソフトプレスかけてるんです。ここにふわっとくるけどちゃんと収まるっていう。うーん、あとはあこのいきます襟、はい、もういつも言ってるけどここ、ね、はいはい、ここ見て、この綺麗にアーチしてるでしょ。いやこれ綺麗ですよ、はい、綺麗だと思います。うん、なんでここが自然に少し抜けるっていうね、はいはい、それもあるし、だからこれまあそもそもちょっと重たいんですけど、うん、あのやっぱここでこう着やすいから、この重たさほど重たく感じないと思います、着た時。うーん、結構ね、はいはい、なぜならやっぱこういうところでちゃんとうまく抜けて着やすいんですよ。うーん、でやっぱこうなっちゃうと疲れるからさ、はいはい、ここがつってベタッと着ちゃうと、確かに、なんでまあそういうところは僕ここをずっといつも気にしてるんで、シャツもそうだし全部そうなんですけど。そうですよね、はい、結構大事かなと思います。うん、あとポケット、はい、まあ、もうほんとシンプルだけど、うん、この、まあ、あえてのこの肩玉縁のこの縦ポケットにしてます。うーん、はい、これもね、まあ、よくあるんだけど、こういうところにこうアクションつくものが、あー、ありますね、はい、三角とかさ、はい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 、あとこう別字がここについてたりとかあるんですけど、確かに、まあ、個人的にはこっちのシンプルの方が好きなんで、はいはい、そういう風にしてます。うーん、まあ、Pコートはたまにこのねこうハンドウォーマーはいはい、ていうかここにポケットがあってこっちフラップとかもあるんだけど、こっちのシンプルの縦ポケの方がなんか好きなんだよ、クラシック。確かにいいっすね。そうっていうか、でポケットも深いしね、これかなり。うーん、はい、で少し角度はつけてるけどね、手入れやすいように。うーん、いいと思いますよ。うーん、はい、ちょっともう一回もう一回いいと思います。最後はここです。ここの裾のヘム、はい、これ生地が厚い、ここですよ、ここの裏ね、はいはい、この裾のヘムもこれ生地が厚いから、普通ここ三つ折りなんですけど、三つ折りできないんで二つ折りにして、ここの端にはパイピングをつけて、はいはい、より綺麗に丈夫に仕上げてます。こういうとこ、まあ、これ同色のパイピングだからちょっと分かりづらいけど、こういうところ綺麗ですね。そう、大事ですよ。確かに、はい、あったかそうだな、これですよ、ほんとあったかいよですよね、はい、さすがだよね、しんくん、やっぱ血が切れてるな。いやいやいや、あの、これさっき言った表地、これ32オンスのメルトンウールなんで、はいはい、そもそも生地自体厚みもあるんだけど、うん、裏これ中綿、ダイヤキルトなんで中綿の、うん、本当にあったかい、っていうか今ちょっと暑いのよ、さっき言ったからこの室内でこれやってると。そうですね、はい、まあそうなんで、このソウラのダイヤキルトなんで、うん、すごくあったかいし、はいはいはい、でも中綿ですね、なんですごくいいと思います。でポケットは、はい、ここ
やっぱあの縦ポケのシンプルなこの2つだけにしてるから、うん、この内側はもうこれうちのレザーとかも全部なってますけど、はいはい、これです。こっちはこのねスレキで、はい、ここ肩玉縁のこのポケット、はいはい、でこうループがあって、うん、でこっちはスマホ入れられるように、うん、でこっちは本当に大事なもの、あ、ボールチェーンで、そうボールチェーンで、うん、レザーにもよくやってるやつですよね。そうですそうです。これはもうやっぱ外せないかなっていうので、うん、こうポケット一つ作るのも大変だよ結構。いやそうですよね、はい、そんな感じ。あとはもうこれやっぱり色じゃないですか。はいはいはい、あのピーコートってやっぱりこうダークなネイビーなものがほとんどじゃない、うんうん、いやそうですよ、うん、まあ、ネイビーダークネイビーで、うん、この怒りボタンっていうのがまあピーコートなんだけど、はいはいはい、まあ、普通なんだ、うん、もうザって感じですよね。そうそうよね、はい、まあ、なんだけど、まあ、僕、まあ、こうジア的には、うん、やっぱブラックが好きなんで、うん、まあ、なんでこれもこのあのメルトンのブラックにしてます、うん、だからですかね、あのピーコートなんですけど、うん、なんですかね、うん、ちょっとハードに見えるよね。ああ、そうそうですそうですそうです、うん、ブラックだしボタンも違うしっていうのもあるんじゃないかな。あ と,、うん、あとジアさんの着方っすかね。着方、はいはい、これはまあ結構そうあのよく好きで好きな着方でよくやってるんですけど、うんうん、まあ、それこそ昔のさ、うん、あのネイビーなんかはこう全部昔の写真なんか見ると、はいはい、全部バチッと止めてたりするんだけど、はいはい、それはそれでかっこいいと思うんだけど、うん、僕だからその点ボタンが好きなのよ。あ、はいはいはい、そう点ボタンだとさイタリア人の三つボタンのあのジャケットのさ、はいはい、着方で結構こう彼ら遊ぶじゃない、うん、そうですね、一つ掛けにしたり二つ掛けにしたり、はいはいはい、僕はこのトップ止めないで、うんうん、ここ二つ掛けにしてこっち入れて、はいはい、ここはちょっとこういう、はいはい、ここ止めないんですね。そう、ここは止めないで、なんか好きなのこの着方。うん、確かにいいっすね。そう、まあ、でもあの本当これねあのご機嫌な出来栄えなんで、はい、いいんじゃないかなと思いますよ。ですよね、はい、はい、まあ、あのやっぱピーコートって、うん、このミリタリーの中の一つとして代表的なアイテムだと思うんで、うん、いいんじゃないかなっていう。特にこう、まあ、こう寒い時期ね、うん、本当いいと思います。確かに。だからまああとまだこのクリスマスも正月もあるんですけど、うん、まあ、こう気に入ってもらえたらぜひいろんな着方して楽しんでもらえたらなと思います。という感じで、まあ、ちょっと今日も結構長くはなっちゃったんですけど、最後までありがとうございました。じゃあまた近々お会いしましょう。バイ。あのピーコート、あのカクカクは分かるんですけど、うん、ジアさんガチガチ嘘な、はい、今それ言う、うん、いや、まあね、いや俺も感じてたよ、薄々ちょっとやっぱ硬いなってカメラ の, あのレンズも曇りそうっすもん、ちょっといや硬かったかなで硬いよね、で分かってんだ自分でも、ちょっと感じてんだ、はいはい、でもありがとういや今のでちょっと柔らかくなるいけるかもしれないちょっとこう作りがかけてちょっとなんで笑ったんや、今飛んでましたよね Two separate time zones